うちのやってきました。出口裏側になります。もつ焼きの内田にやってきました。ですね、立ち石の、内田と超有名なところへやってきましたが、あ、行列だ、行列ですね。はい、現在行列です。何人待ちかな、1,2,3,4,5,6,11人待ちぐらいですね。これは待つしかない。もつ焼きの内だ。あ、はい、次は何人、梅割り。梅でいいですか？はい、梅でいいですか？はい、甘めでお願いします。甘めがいい、はい、じゃあ普通にやっていいですか？はい、鉄砲はまだあります。鉄砲このから1本ずつありますよ。あ、どうですか、じゃあお願いします。新規ください。これは焼くのか生か煮込みか。柱塩焼きは柱の塩、はい、こんにちは。はい、これ新規はどこだ。前2番目、はい、何があるか、煮込みか生、煮込みで煮込みの一つ、はい、塩タレ、油タレのよく焼き、はい、どうも。油タレ焼きは、はい、はい、塩タレよく焼けて。
ビール。あの、初めて来たんですけど、なんかおすすめってありますか？あ、油だるも油垂れ焼いて。カツを食べないで。レバタレ1個焼いて。油少ないのかな、よく焼いて。油タレ焼きですか？油タレ言った？油タレ焼き？油タレ焼き？ああ、ごめんなさい。すいません、あのブドウ割りください。ブドウ割りってありますか？ブドウ割りってのはこれの梅の代わりにブドウ割り。あ、はい、はい、これなくなったら、あ、これなくなったら、ね、あ、わかりました。ガッツ、新コースで、新コースで、はい、話しやすいか、話しやすいか。ね、レバシの焼きは？どうもありがとうございました。レバシの焼きは？レバシの焼きは？レバシの焼きか。白タレよく、なんだ、レバシだったっけ？白タレよく焼き？白タレはどちらだったっけ？レバの白焼きは？ハツオタレ。ブラタレ。レバシオは？レバシオどちら？レバの白髪と出る？レバシオ行かない。ビール。レバー塩どちら？はい、レバー食べます。それかけてください。油の塩油塩焼いて。やっぱり隣の人がね、嫌がってたの。だから今帰っちゃったんだけど、動画はちょっと今もうやめてもらいたい。ああ、すいません。この人映ってないかもしれない。